はい、それではですね、今ね、うちのアパートメント の, あのロビーなんですけど、そこちょっと紹介しますと、ここにあります、このマスク屋さんの絵がありますけど、なんとこの絵はですね、日本のZOZOタウンの前澤さんがですね、すごい大変なお金で、確か何百億っていうお金でね、下ろしたものなんですよ。で、今ですね、ここのところに飾ってある、これはハヌカなんですが、これはユダヤの人たちのクリスマスにあたるものなんですね。でちょうどあと8本ありますけれども、9本なんですが、一番真ん中のは、これでなんか1本ずつ火を灯すことということで、で、私クリスマスっていうのは1日しかないんですけど、このハヌカは8日間あるということでちょっと違うんですね。ここに綺麗に飾られてます、オリンピックタワーのクリスマスツリーです。せっかくね、本当はもっと明るくてみんなに紹介したいんですけども、残念ながら雨なんでこんな格好してますけど、それでは参ります。はい、今日はですね、なんと点灯式なんですよ。クリスマスツリーが今日点灯するってことで、ロックフェラーセンターのこの前はもうすでにこれだけの人通りなんですよ。なんとですね、消防車も出てるんですよ。消防車も出てるってことは、それだけ事故が起きないようにみんな、ポリスから救急車から全部一堂に今日はこの場所に集まってます。これ全部これクローズして向こう側に渡れないんですね。もう日本でいうとなんか銀座のメイン通りを全部閉めてるっていう感じで、すごいです。じゃあこれから、私はですね、サックスフィフトアベニューに行きます。このね、サックスフィフトアベニューのこのあのイルミネーションがもう素晴らしくて、でこれを見るだけでも人がたくさん来るんですね。これテレビ中継もね、もちろん入るし、有名なアーティストが来て確か歌ったりするので、それもあってこれだけの人がたくさん来てると思いますよ。それでは私はコメちゃんと一緒にこの、サックスフィフトアベニューに入ります。はい、サックスフィフトアベニューの中に入りました。はい、ちょっとですね、コメちゃんをちょっと降ろさせていただいて、もうあれですけど、中もだいぶね、お客さんも入っていますね。このね、Friends and Family ってね、なんて言うんですけど、別にこの Friends と Family じゃなくても誰でも 25% オフなんですけど、一応この Friends と Family のために。このコレクションもね、なんかすごく変わってますよね。なんか全体的にね、こちらもそうなんですけど、見るとやはりちょっとね、チャイニーズのこうちょっと雰囲気が出てますよね。それからあともう一つ気になるのは、やはりこちらのね、シャリシャリですね。このシャリシャリがですね、とてもポピュラーなんですけど、これはだんだん抜け落ちてくるで、それとね、もう本当面白いんですけどね、これ実はね、ちゃんとスカートになってるんですよ。これすごくないですか。これもうね、スカートなんですよ。これ背中全部開いてるんですけど、風邪ひかないのに、自信のある方はぜひお召しになっていただきたい。とても変わったファッションですね。まあこれはでもこういうの誰が着るのかなと思うじゃないですか。でもこのニューヨークは着る人がいるんですよ。はい、それではですね、サックスフィフトアベニューに行きました。このね、4つのドレスが今ありますけど、この中で私にどれか1つ選んで、もしいただけるとしたら、私はどれを選びましょうか。私でしたら一番上のなんか羽羽を選びます。このね、脇が開いてるのはね、ちょっと自信がありません。ちょっと横からなんか税理が出ると困るので、ちょっとこれはですね、ちょっと選びませんね。これもなんかほら、昔こういうのありましたけど、モスキーノですね。でもこれどういうね、オケージョンの時に着ていくんですね。なんかどういうオケージョンですかね。こういうのエレガントっていうか、なんていうか、ちょっと微妙ですね。なんかこういうのを着るのはちょっとまだ、ね、ちょっと自信ないんですけど、どちらかというと私はですね、この辺のところはなんとなくなんかチャイニーズ的なことを思い出させるみたいな、こうビーズですよね。ねえ、まさにこのビーズっぽいと思いますね。
あとそれからあの銀のですね、今年はあの銀がすごく流行ですけど、私もね白いブーツを買いました。白い、バッグも買いました。白今年、主流で、まあ、今回は白で迫りたいと思います。あとね上野もすごいですね。ね、ああいうねあのサンダルをね、あれも夏のサンダルじゃないですか。あの夏のサンダルをああいうあの黒いストッキングの時に履くっていうね、ああいうあのコーディネートの仕方もなんとなく新しいような気がしますね。この中で私がもしくれるとして何を選ぶとしたら、断然ありませんね。バッグもねいろいろありますけど、なんかあのね非常にねあの今年ねすごくあのなんていうのすごい注目っていうか、今年特にあの気がついたのはあれですよね、なんかグッチのユニセックスっていうか、男性ものかなんか女性ものかなんかどっかわからないみたいな、そういうのが非常に気になったんですね。うん、例えばあのあそこのねちょうどあの真ん中にあるあれ男性だけどスカート履いてるみたいな気がするんですけど、どうですか。わざとああいう傾向にしてるんだと思いますけど、まあ、男性が来ても女性が来てもいいというようなそういうな感じでああいうデザインをしてると思うんですけど、私として見ればちょっと微妙ですね。であのそれとあともう一つあの非常に目立つのはこういうあのベルトですね。普通のハンドバッグに本当にあの太いベルト、この太いベルトをあの使ってあのこういうふうな形で普通のバッグにもでね、大体このベルトなんですけどほとんど全部別売りです。ですからこのベルトだけをどんなあのバッグにでもつけることができるん で確かにあのコートをね冬はあのどうしてこういうふうになるかっていうと、冬ってみんなあの皆さんあのコートをすごく着るじゃないですか。でコートってあの肩になんかかけたりするのできないんですね。あのなかなかこう細いのだと手もいっぱいになっちゃうんで、ですからこういう、 こう太めのねベルトがとても冬のコートには便利なんですよ。またあのシルバーこれなんですけど、なんかあのなんかのあの包み紙かなんかお魚みたいな包み紙みたいな感じですけど、でこれからこのシルバーのこのドレスもですね、これもなんか包み紙みたいなんですけど、ちなみにですねこのドレスだいたい日本円で80万円くらいなんですけど、皆さんいかがですか。80万円ぐらいですね。この中で私が、もしタダでくださるっておっしゃってくださるんであればどれを選びますかとなると、やっぱりこの魚の鱗かも。なぜかというと足が長く見える。そうだもんね。あ、これも素敵ですよね。でもね、なんとなくね、雰囲気的にね、どっかあの中国を思わせるようなデザインのポイントが少しずつ入ってるような気がするんですけど、皆さんはどう思われますか。デパートの良さっていうのは、デパートの中に来るととりあえず、総合病院じゃないんですけど、もうそこでいろんなものが全部ね買えるということ でこの中にも素敵なカフェもありますし、美容室もありますし、日本もそうだと思いますけども、デパートに来たら一応何でも揃うという。ただ日本と違うところはデパ地下がありませんよ。やはりデパ地下は日本がナンバーワンです、ね。そろそろ、これからですね北のグラフに参りましょう。グラフに行きますけども、それ前にショッピングしすぎてっていうか歩き回りすぎて何も買ってないんですけど、歩き回ってちょっと足が疲れちゃったので、そのグラフに行く前にちょっとここでリラックスしてます。あのね、素敵なあのファニチャーがたくさん並んでますけども、それもこのサックスフィフスアベニューの一つの特徴ですね。で大体ですね、どうしてこういう椅子がたくさんあるかってご存知ですか。っていうのは大体アメリカの場合はですね、男性と一緒に来るんですね。で旦那様がだいたいお財布を持ってる人が多くて、でクレジットカードはだいたい男性が払うんですよ。ですからこの待つところがないとダメなんですね。もう早く帰ろうと言われないように、もうね待つところをちゃんと男性のためにこう作ってある椅子がここなんですよ。はい、それではですね、世界最高のダイヤモンドを提供しているというグラフに参りました。わー、
目がもう明るくなりましたよ。すごいですね。このシャンデリアも変わってますね。先ほどと同じようになんかちょっとモチーフがちょっと似てますけど、これも今年の流行なんでしょうか。このシャンデリアもとてもユニークですね。はい、ね、もう本当に目が輝くというか、もう宝石よりこちらの目が輝いてしまうような、もう素敵な宝石がずらりとダイヤモンドですね。このグラフの提供する素晴らしいダイヤモンドが並んでますけど、でそれから、はい、はい、Thank you very much for inviting us. Yes. So, so you can show me at the your new collection. Absolutely. Yeah. Thank you. A pleasure. So we recently have launched a new collection of bows. I see. Which are right here.Okay. And they have been very successful designs. They're beautiful for everyday wear or special occasions. That's really true. That is a really cute design. Like a kind of ribbon. Another one collection that is very successful and popular is this one here, which is both the butterfly.And the wildflower, which has been also a recent addition. I love the butterfly. They're whimsical pieces with beautiful craftsmanship. That's true. Yes, and especially this one is beautiful. This is really stands up. Yes, definitely. That's really nice. Triple butterfly. Triple butterfly. So your diamond is really, really and high quality. It is. Mr. Graf is.Has been dedicated his life to bring the best diamonds possible, and we cut and polish them, and that's the main reason why they have the maximum brilliance. I see. And all the jewelry is made in London, in house in Mayfair. I went to at the Bond Street. Yes. And the Graf. Yes, yes. The manufacturing facilities is.Is also there, so that's the main flagship in London. I see. Here inside of Saks Fifth Avenue, we have a beautiful selection as well, and this is where we have a great collection as well. I see. So you said, you know, this is the butterfly collection. That is the most popular one. Very much so. Yeah, that and the wildflower, which is a little bit newer in terms of when it came out. It came out this year recently.That is really, really and beautiful. And all the diamond is really shiny and clean. And, you know, the even, yes, and even the small, but it's really shiny. Kumi-chan, Kumi-chan, も美味しいですか? Kumi-chan, これしてたら盗まれますからね。Wow, すごいですね。So, I want to show you something also that's a little bit more. はいはいはい。じゃあこれはもうやらないでこれ。So,These are some of our beautiful classic ring. Wow, これは how many carat? So that is 6 carats, a beautiful emerald cut. Yes, the emerald cut is very elegant. It's one of our newest additions here. Yes. And then this year is a round of about a 5.5 carat center stone, mounted in platinum. すごいでしょ、この輝き。すごいじゃないですか、この輝き。見てください、この素晴らしい輝きですよ。はい、見てください。It's extremely beautifully cut. Yes, yes, I can tell. That's the expertise we have with Brad. 素晴らしいですよ。あのね、本当にね、あの6キャラットっていうよりももっと大きく見えるんですよ。カットがいいと、ダイヤモンドっていうのはカットがいいと、もっとそれよりも大きく見えますし、で特にね、日本の方っていうのはまたクオリティがいいのが好きなので、このグラフとても人気があると思います。はい、 Here we have one of our high jewelry pieces. It's called the Superstar. まあスーパースターですけど、手が切られちゃうかもしれない。手が切られちゃう可能性もリスクがある。Yeah. You want, actually, you know what, if you don't mind taking that again, the cut, because I have to remove the plastic. Do you want to take it again? Because it's ugly. Oh, I see, I see. 今ですね、プラスチックがかかってたんですけど、それを外しましたよ。So it's for protection. ですから、もっともっと、もっと綺麗に見えます。By the way, how much is the price?So something like this is in the realm of about 615,000 USD. Okay, 615,000. ということは日本円で約1億円ぐらいでしょうか。ね、1億円。
1億円です1億円素晴らしいですね。ですけど、これあのこのウォークマンシップ、yes. That's beautiful. Yes, the cutting of the stone. そしてですね、これ見えるかもしれないんですけど、ただのね、あのダイヤモンドだけじゃなくて、この中にグリーンの石が入ってるんですよ。本当にかすかに周りにグリーンの石が。素晴らしいです。これはどういう人がやるんでしょうね。ちょっとやる人をちょっと想像しますけど。ね。So this is a limited edition or limited production of 30 pieces worldwide. Only 30 pieces. Only 30 in the world. Maybe in the future this is going to be auction house. Oh, yes, yeah, it's going to be price up. Now also people good investment. It certainly is. Yes. すごいですね。So how many carats altogether? So 全部でね、大体何か50 carats I believe. 全部で50キャラットぐらい使ってるらしいです。That is very unique piece. Yeah, so that is, and then also we have this. Some of the more popular as mm-hmm. well, the wedding bands, the eternity bands. This one in emerald cuts. Mm. This you can wear every day, right? Possibly, because yes, that's yes, nice. Definitely. Yeah, something you can wear every day. Mm-hmm. So by the way, so how much is this one? Well, お値段がちょっと非常に気になりますけど、this range ちょっとゲスしてくださいよ。皆さんこれゲスしてください。大倉だと思います。あったくしはですね。They range between 130 to about 180,000. Yeah, that's why it's so so. Yeah, that's why. だいたいですね、2000万ぐらいからですね。だいたい2000万ぐらいだそうですけど、これ2000万で日本だとお家が買えるかもしれない。小さいパートが買えるかもしれませんね。はい、はい、どうもありがとうございます。That is all, you know, ruby. I heard of that. The rubies now is more expensive than diamond. Some of the rubies. Yes. And also, ただこのカラーストーンってすごく難しいんですね。っていうのはこのカラーストーンって結構偽物と見分けるのがなかなか大変なんですよ。だからカラーストーンは難しいんですね、鑑定するのが。とても本当に専門家でも分からなかったりするんで、 You know, I told them that color stone is very difficult to find the real or not, you know, yes, exactly. these days. Yeah. Yeah. That's why you have to go to a source, a reliable yeah. source. So, yes. だからですね、彼が言ってるようにやっぱりこのカラーストーンを買うんであれば本当にいい業者の人から買わないと、普通だとなかなか本物か本物じゃないかっていうのを見分けることができないんですよ。ということなんです。Full gathering. We have some D-flawless. Ah, D-flawless とね、一番 D っていうのが一番いいベストカラーなんですね。で、F っていうのは気づかないフローレンスってことなんですけど、D のフローレンスっていうのはもう本当にレアで、もう何ですか ？You need it? You want to?なんか犬がコメちゃんが私ももうちょっと見せてくれって言ってますので、はい、どうぞどうぞ見てください。はい、 Why don't you look? っていうこと OK ということなんですね。ダイヤモンドはもう本当に奥が深いので、やはり一番大切なことは本当に信頼できる、お店から購入してくださいっていうことなんですね。うちの隣のセントパトリックチューチに、行きましょう。はい、それではセントパトリックチョーチの中に入ります。このセントパトリックチョーチなんですけれども、51丁目と50丁目の5番街にあります。ここからもね、うちのねオリンピックタワーが見えるんですよ。あそこにね、今ちょうど消防車にブロックされてますけど、あそこのうちからすぐ隣がこのセントラルパトリックチャーチになります。で、ここのチャーチなんですけども、何回も、増設されて、約1800年の名古屋ぐらいに、ここにこれが再建されました。大変ね、素晴らしい教会です。で、うちからもね、屋根が十字架見えるんですよ。で、これがね、そんな大昔に建てられたなんていうのは信じられないぐらいのすごい建築技術だと思いますね。ここにたくさんあるステンドグラスはもう素晴らしく、そしてこのここに飾られてますオルガン、これはもう本当にこのパイプの数が確かなんかアメリカで一番ということを聞いております。マルタ島から来た、マルチーズなので、もちろんクリスチャンです。ですから、
今日ここの教会に来て、お祈りはしないかもしれないんですけども、神聖な気持ちになっているような感じがしますが、いかがでしょうか。アメリカらしくここに寄付をするのもアップルペイとかビザとかアメリカンエクスプレスでも払えるっていう、これが非常にニューヨークらしいというかアメリカらしいですよね。日本のお寺でこういうところちょっと見習ってもらいたいですけど、この教会はもう本当に不思議に、この教会に入っただけでなんか神聖な気持ちになりますよね。やはりここはですね、年間50万人の人が訪ねるんですよ。教会っていうのは一応誰でも来れることになったんですけど、コロナの時はちょっと閉まってましたね。やはり実はこの教会なんですけど、ここの地下とロックフェラーセンターなんかつながってるんじゃないかという噂もあるんですよ。本当かどうかは誰も知りませんけど、でもここはアメリカの国が24時間、体制で守っているところなので、セキュリティは素晴らしいですよね。で結婚式をする人はここでこの、教会の、 その会員でないとできないんですけど、ここに関係あるその宗派の人であればここで1000ドルぐらいで結婚式できるんですよ。ね、それぞれここに来る人たちはいろんな目的があると思うんですけど、ね、いろんな懺悔の心でいろいろこの教会の中でやっぱりいろんな自分の持ってることをこういろいろ反省したりとか、あとお祈りしたりとか、このねステンドグラス、ね、昼間だととてもよく見えるんですけど、このステンドガラスがもう素晴らしいんですね。本当にね、あそこもね、イエス・キリストが生まれた、それをね背景を、表現してるというかところですね。皆さんここにお座って、それではここがメインの、キリストが生まれたところを表現している場所です、ね、キリストは本当に貧しい馬小屋で生まれたということなので、それを再現してるんですけども、いつも羊さんはいるんですよね。で羊さんとそして、ワンちゃんもいます。やっぱりワンちゃんもいるということで、コメちゃんもここにね入ってきても別に皆さん何も言わないのは、このキリストのここの場面にワンちゃんも一緒にいるからでしょうか。ね、ここの教会すっごく広いですよ。この奥行きがもうすごいと思いますね。それからこの細かいこのディテールの細工があるんですけども、これも全部ね昔なんで手で彫られたんだと思いますが、ね、素晴らしいと思いますね。そう、あそこにステンドグラスとその下のパイプオルガンもくっきり見えますでしょ。ここからですね、外の向かい側のロックフェラーセンターの方の、ライティングも見えて綺麗ですね。どこではあるのがお土産屋さんです、ここの、メダル売ってますけど、なんとベンダリングマシンですよ。やはりアメリカですね。さてさて、このベンダリングマシンのコインは1枚4ドルです。お土産を何を買いましょうか。